ったんじゃないですか。危ない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 。こんな道運転できるんだ。いつまで乗ってんだよ。テリッシャの車の話始まりました。はい、いやね、いいですよね。僕ら今日もですね、はい、いるんですよね。そうなんですよ、はい、今日も群馬県の群馬サイクルスポーツセンターからお送りしております。今日は何やるんですか。今日はですね、うん、以前ねこの番組で発足しました、うん、女子自動車部あったでしょ。あれまだ続いてたんですか。そうなんですよ。あちらに廃部になったんじゃないですか。いや廃部にはなってない。あそうですか。今日でこの女子自動車部にフォーカスした企画をやろうと思いまして、はい、うん、題して女子自動車部雪道レッスンでございます。危ないね。非常に危険な群裁で女子自動車部を集めて何をするの。いやまあ自動車ね、女の子が欲しいんですよ。いやそうだね。だけどさ、やっぱこう女子が出てくるとさ視聴率上がるじゃない。そういうことね。だから見てるやつ多いんだよ。結構その女の子のファンが多いですからね。そう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 、確かに確かに確かに。そうそう大事なことです、ね、大事なこと、ね、大事なこと。アスリア姉ちゃんもいるし。いや確かに確かに。そうしてもらいましょう。でね、自動車競技だと雪道を走る可能性もあるじゃないですか。ありますよ。というわけで、うん、ちょっと自動車部候補生に今日は雪道を走っていただこうと思っておりまして、うん、はい、うん、はい、早速ですね、うん、女子自動車部候補生の皆さんにご登場いただきたいと思います、はい、皆さんどうぞ。江崎ロアと申します。私は普段レースクイーンをやってるんですけど、うん、まあ、こちらの番組いつもレポーターとしては何回か出させてもらったことあるんですけど、今回部員の候補生として走らさせてもらうのでちょっと頑張ります。はい、よろしくお願いします。自信あるんですか。あ、私はインプレッサー GD 乗ってるんで。あ、そうか、まあ負けないかなっていう。おおすごいすごい。はい、私はホンダの S2000 に乗っております。頑張ります。いいんじゃないの。センスのいい車乗ってますよね。早いよね。はい、石垣真帆です。普段は、会社員をやっています。で今回は初めて女子自動車部の部員候補生として参加させていただきます、うん、ちょっとあの雪道初めてでちょっと緊張してるんですけど、よろしくお願いします。はい、夏目ひなです。普段は声優をしております。車はクーペフィアットが欲しいな。自分で買え。欲しいな。後でね、息に埋めますよ。そういう余ったものですけどね。怖い怖い。頭から埋めますよ。ここはね、ババカソの番組じゃないんだよ。自分で買え、自分で。口の中に雪入れますよ。ね、まあ、ということで、そんなね、高校生たちなんですけど、はいはい、雪道の走行の指導をしていただくのは土屋圭一さんでございますので、いやー、まあ、土屋さんはね、世界一のね、はい、ドライバーなんで、土屋さん、ちょっとまずアドバイスお願いします。まあロアはほら普段からさシルビア乗ったり、うん、インプ乗ったりしてるじゃない、うん、で彼女だってさ S2 に乗ってるからさ南は、うん、だからそんなにはね難しくはないと思うんだ。なるほど。ただやっぱりね声優あれやばいよ。声優はオートマしか乗ったことないから。はい、さらにペーパードライバーだった気がするんですよ、うん、あそう。え OL は。はい、ちょっと最近車壊れちゃってあまり乗れてないんで。壊れたんじゃない、壊したんだよ。さあそしてもう一人。はい、もう一人ですね、うん、雪道走行の指導をしていただける方をお呼びしております。どうぞどうぞ、はい、来ました。お、ロアの車じゃん。おお。走り去っていきましたね。すごい。誰があんな登場しろっつったんだよ。台本見ねえだろ。ほらほら行ったまだ。早い、さすが。これ危ないよ危ないよ。そっちだね、カメラこっちかする、うん、いや運転うまいな。世界10位だ。あすごい。危ない。かっこいいね。上手だね。うますぎるよ。うまいうまい。やばい。いやこれね、うまい。あれがどれだけ大変か。うまいうまい。ねえ。危ない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 。いやもうほら最後ね、ちょっとタイヤをね斜めにして止めましたよね。これすごくないですか。すごくはない。あすごくない、うん、今のはねちょっとダサいね、うん、今スピンしてこう止めたらかっこよかったね。ちょっと流れましたか。アンダーで止まったから。なるほどね。ちょっとダサいかな。すいません、ちょっとすごいテカテカでしたね。頭が入りきらなかったんで。はい、ということで、だからヒロキのやりたいことは分かったの。こう入ってきて振ってきて振り返してこうスピンしてこうやって止める。なるほどね。だけど
アンダーで止めたから今出てくるとき気まずかったもん。そう もうちょっとあと45度ぐらい向いてるとちょっと騙せたんだ。そうそう騙しきれなかった。そう、はい、これ雪道を走るポイント教えてください。雪道を走るポイントはまずそのスピードを出しすぎてコーナーに進入しないことです。なるほど、はい、あのスピードがもう出すぎてるともう曲がりきれないのでそのまま雪に刺さっちゃう。だからまずは自分のコントロールできるスピードで走るっていうのがポイント。これあれだよね、はい、あの彼女たち4人のね性格にもよるよね。そうですね、あのカメラだから意識してさいいとこ見せようっていうとスピード出したりね、あと意外と普通になんか普通にちゃんとしてる人はここ危ないからってね意外と普通だっていう、それもありますよね。そうですね、だから結構その運転で性格も全部分かってしまうんですね。いやあの周りから見てるとこの子も詳しいな。誰がダメそうですか、まず。ああ多分、うん江崎さんは間違いなくやばい。まあまあ、荒いですね、私は。荒いです、本当に荒いです。荒いんだよね。運転荒いです。車って下りって車重が押してっちゃうから、だから下りのカーブが一番やばい。なるほど。でここはフラットだからね、そんなに大変ではない。ああ、じゃあ今日も横に乗っていただいても大丈夫そうですよね。はなんでよ俺が大丈夫って。いやでもね、今日実はもう午後ですよ、食事を終えてね。でちょっとね、ここ冷えてきてます。確かに。でね、ちょっと今こう先ほどの時はあの午前中は柔らかかったんですけども硬くなってるでしょ。はい、ってことはこれそういう意味で言うと今日のこれからやるレッスンというのはどうですか。あ、アイスバーンじゃないから、うん、割と楽ですか。でスタッドレス履いてるから、うん、グリップはする。なるほど。ただもう無謀なこの2人は分かんないよ。車は誰ですか。今回使用する車は先ほど新井さんが運転してたスバルのインプレッサの GDB ですね。はい、なるほど。はい、で今回の企画のためにダンロップさんから、はい、インターマックス03をご提供いただきました。ありがとうございます。これはどういうタイヤなんですか。あのダンロップさんのウィンタータイヤで、あの03なんで多分一番新しいタイヤになってます。一般の、まあ、本州の雪、パウダースノーから、まあ、湿った雪まで全部対応できているウィンタータイヤです。わ、うんうん、かりました。はい、じゃあまずね、早速、はい、まずは行ってみますか。高校生の皆さんに、土屋さんの運転する車に同乗していただいて、うん、実際に雪道走行こういうもんだよっていうのを体験していただく。わ、うん、はい、かりました。はい、さあ土屋さんお願いします。お願いします。まあ、ちょっとね、全部で5人なんでちょっと車両多いんですけども平気ですか。いや、コース知らないからちょっと一周。ああ、そうね。OK、一周で、一周でゆっくりで、二周目で。はい。OK、OK。じゃあちょっと、じゃあ一回テストで回ってください。はい、ちょっと行ってきます。お願いします。うお。重いわ、5人。しかもお昼食べた後だから。確かにね。重量級チームだから。だからみんな重たい。5人は重いぞ。
5人は重い。重たそうでしたね。めっちゃ重い。重いけど、ちょっと重いなりにさすが学生さん。さすが世界のゴリキン。一応ね、うん、一応世界では評価されてるんですよ。いつまで乗ってんだよ。どうでした、はい、改めてどうでした。まあ、ここだったら、刺さっても車壊れないから、うん、この4人でも大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫、はい、いや雪山にぶつけても大丈夫です。でも横乗るんですよ。横乗るんですよ。横で指導お願いします。お願いします。いや雪は広木だろ。いや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 、やっぱでも土屋さんが横乗ってほしいですもんね。皆さんね、はい、乗ってほしいです。俺は舗装の上が得意。雪は広木だよ。実際あの土屋さんのね、まあその運転してる車乗ってみてどうでした？すごい楽しかった。楽しすぎて、なんか技術を覚えようかと思ったら覚えられないぐらい。みんなでキャーキャーしてただけだったんで、うん、キャーキャーしてただけだった。私たちもなんかすごい楽しんでたのはもちろんなんですけど、隣に乗らせていただいたんですけども、何より土屋さんが一番楽しそうで、そうニコニコしてた。笑い声が聞こえてきた。六本木じゃないんですよ。なんか飲み屋みたいだね。これ若葉もさ、学校ですからね。そうですよ。さあそれではいきますか。はい、はい、じゃあいよいよ実践編ということで、はい、うん、これから4人の候補生の皆様には実際雪道をね、うん、走っていただきます、はい、じゃあ土屋さん横でね、うん、はい、はい、じゃあまずお知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか、はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは猪木さんどんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてブレスト。ブレス、あ、ブレスさんですね。はい、板金、はいはい、塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。